そうだった、トラロちゃん。だよね、グラグラだよね。ちょっとじゃあそのままね、そうやって持っとってね。今日さ、あのお薬出しますんで、はい、お水が飲めるんだったら1日2回ね、ちょっと飲ませてもらっていいですか。はい、食べますうどん、うん、あ、くれてあげれば食べるけど、うん、あの、何だけ手で食べさせてください。あ、そうですか。あの、今、つけ寝た、手で食べさせて、あ、で、まず米であげる、うん、で、毎日名前呼んで、で、米、あ、合いこいだことして、うん、できたら食べさせて、米であげる、うん、お入れしてきてくれたら食べさせて、名前を埋め込んだらちょっと多いね、はい、それは毎日やってください。それで、それができたらお薬飲む前後にね、おいでやつでご褒美あげて褒めてあげて、そこで薬飲ませる、うん、で終わったらもう一回ご褒美あげて褒めてあげる、そうすると前後にさて褒めてもらえるのが、うん、大切です。大切、はい、褒めてもらえると、あの薬の飲むストレスが和らいでくれると、で、ウエットブラシで、はい、あの、一人で飲ませれるんですか？一人で飲ませれるんですか？粉薬出しますから、はい、お水で溶かしてもらってね、はい、それで飲ませて、はい、じゃあ、これでしましょう。はい、あ、色ないですね。あ、じゃあ、ここの上に乗せてください。はい、